幽霊は刺しです。はい。30秒ほどで。味噌ベースの辛だれ、レモンを添えた塩だれ、ちょっと甘めの醤油だれ。幽霊は刺しです。ホルモン三種盛りです。はい。Thank you.
おすすめの食べ方はこの味噌ダレ。そうですね。好きな人とケチャップ知ってます？ハーフヤード頼まれる人一日に何人かいるんですか？ああ、いないですよ。Thank you.
左から赤線、真ん中が細、右が八。基本的なもつ鍋でホルモンの多いやつ、倍盛りがあるのと、で辛いホルモンの、ホルモン倍盛りで追加のホルモンで、今入ってるのが細っていうホルモンなんですけど、他にも違う食感のホルモンを選べます、うん、まあ、野菜もあって、あ、なるほど、はい、次は中華麺とかご飯とかも、まあ、そうです、入れることができる、はい、ということなんですね、はい、え、面白いですね。チーズ入れたりとか。チーズ入れたらね、超うまいんですよ。女性の方とかなんか、うん、良さそうですね。おすすめは、あ、最後の締めなんですけど、はい、中華麺からちゃん雑炊をおすすめです。しかも、ちゃんじゃ雑炊のチーズトッピング。はい、濃いもつ鍋でーす。一応いつも、スタッフにやってる、スタッフからお客さんに向けての説明の仕方させてもらっていいですか。お願いします。最初に強火で温めさせてもらってます。でキャベツが下からしんなりしてきますので、それ全体崩すように混ぜてください。で混ぜてもらったらちょっとだけ弱火にしていただいて、スープがコトコトとなるぐらいで調整してください。で食べ頃はこのホルモンのピンク色のところが白色になって全体がチンでプリッとなったら食べ頃になりますん でスープは白味噌のものを使ってますので、あんまりグラグラさせすぎると焦げやすいので、火加減だけちょっと注意してください。 あとニンニクと豆板醤お好みでお使いください。これはもうこのこっちに溶かす、はい、はい、わかりました。こちらでもいいですか。はい、一応あれですかね、キャベツがしんなりしてきたら、まあ、ちょっと弱火に、ちょっと弱火に崩しながら、はい、
の白味噌使ったら。もうちょい。でしょ。もう火を止めた方が。ギリギリセーフ。実はこのぐらいのホルモンが一番大事。火が入ったか。これはニンニクとかこういうのは入れるタイミングって。まあ今。今ですね。せっかくなんで。10秒ほどで仕上がります。Bye.
こんな感じですか。こんな感じですね。なんかパンパンでしょうけど。まあまあまあ、まだ許容範囲。それはほんまにうまいんで。それのために鍋があるから。なるほど、はい。欠かせないですね。というわけで今日は宝冠町のこちらにやってきたわけですけども、結構ねこだわりというか店主の方が選んだお肉が出てくるということで、でこちら焼肉屋さんなんですけども鍋料理も出しているということで、京都の白味噌を使った、特製鍋、冬のイメージじゃないですけど夏場でもね全然あのスタミナの出る料理、ぜひ行ってみてください。美味しかったです。もう岡山駅の西口からすぐなんで、ぜひ。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。